こんにちは、高級石焼き芋さん。今回はね、動画のリクエストいただきましたね。まあ基本的に私はタレントとですね、映画監督を兼ねて毎日放送してますので、まあ演出をしろ、作れと言われたらね、結構どんなもんでも作れるんですよ。ただ結構ね、自分の気が向いたものしかやりたくないので、リクエストされてやるってことはないですね。まあでも今回はね、せっかくなんでやってみましょうか。まずおかきですね。おかきは今ね、手元にはなくって、これから食べようと思ってるのがこのホタルイカのね、おせんべいなんですよ。これお土産でいただいたんで、一旦ね、おかきの方を中断してこちらをいただこうかと思います。じゃあ、すいません。ほら、イカが入ってるでしょ。で、これを食べながらね。で、私がこういうね、おかきとかおせんべいが好きなのはなんでかというと、こう乾きもんって少しかじると喉が乾くんですよ。だから水がとっても飲みやすいんですよね。で、Jウォーターは、まあ、もう全部飲んでしまって ありませんので、この熊本産のね、私の大好きなミネラルウォーター、ビオードっていうやつね、これを飲んでみたいと思いますね。美味しい。まあ、これはね、放射線の測定まできちんとやったお水ということで、まあ別に放射線がどうこうっていうわけじゃないんですけども、まあなんとなく買ってみたと。大した理由はありません。ヤフーショッピングで買ってます。で、まあおせんべいはいただいてるということでございます。ホタルイカはね、大好きなんですよね、一回ね。で、あとね、何点か回答がありますけども、広島弁とかね、まあ福山弁、ビンゴって弁って言うんですけど、私知らないんですよね、その、方言と言いますかね。土着文化のある言葉っていうのがね、私はこのいわゆる標準語ってものを一通りしか喋ったことがなくて、でどちらかというと、まあね、理由をつけるとすれば、グローバリゼーションを意識するときに方言って邪魔にしかなんなくって、自分の土地の言葉をね、喋り続ける人っていうのは、まあ、いると思うんですけども、まあ、すごくね、解釈されにくいんじゃないかなと思うんですよ。英語でもスラングってのがありますけども、まあ、こういう風なね、レターをいただいた時にスラングで書かれたら私は全く読めないです。で、検索してもものすごく時間がかかっちゃって、語訳も多いんでね、すごく迷惑だなと思うんですよ。それと逆にですね、方言を使って人とコミュニケーションするっていうのは、まあ私はね、方言を知らないんでできないんですけども、できたとしてもやらないかなと思いますということなんで、ちょっとすみません、広島弁、福山弁、ビンゴ弁っていうのは全く分かりませんね。だから標準語でこのまま行った方がいいのかなと、もっと言えばね、世界の言語が統一すればいいのになとか思っちゃいますけどもね。まあ回答としては、方言を知らないから使ってないということでございます。すみません。で、私ね、食べながら放送するってことがないって言われてましたけども、実はね、食レポって結構やってるんですよ。で、最近でしたらカップラーメン食べたりとか、パンを食べたりとかね、まあそういうのをやってると思いますけども、ご覧になっていないかもしれないですね。刺身を切ったり、魚をおろしたり、調理をして食べたり、焼肉を食べたりとかね、結構やってると思うんですけども、あんまり見てくださる方は少ないのは存じております。はい。で、宇宙戦艦ヤマトと広島が直結しない方が多いっていう見方もありますけども、ヤマトっていうのは広島で作られてますからね。で、ヤマト記念館は広島にありますし、宇宙戦艦ヤマト博物館、これも広島にあるんですよ。ですから広島とヤマトはがっつりイコールになってると思いますし、実はですね、宇宙戦艦ヤマトのリメイク版2199っていうのは、きちんと宇宙戦艦ヤマトが旅立つシーンってなるんですけども、広島県から出港してるって形になってるんですよね。画面を見ていただければ分かるように。これはね、どっかの監督もオフィシャルで言われてたんですけども、まあ、何ですかね、日本の広島の軍港を意識して、そこから旅立つシーンをやってるよとか、あと日本政府っていうのは、あとは神戸にあるような設定だっていうことはね、ちょっとうろ覚えなんですけども、そんなこと言われてたような気がしますね。で、トラさんに関しましては、トラさんと広島ってのは確かにつながりませんけども、ここはですね、ネットビジネスを意識した時と同じで、何でもかんでも東京一極でやるんではなくて、私は地方でやると新しい、まあ、なんていうコンテンツができると思ってるんですよ。で、東京ですでにトラさんやってる人、東京ですでにネットビジネスやってる人、これはもうワンサといるんで、そこに飛び込んで競争力を失うよりも、地方で珍しいところでちょっと変化球的にね、広島からやってます、地方からやってますっていうのがいいのかなと思いまして、まあ、その流れでですね、広島の寅さんっていうふうに呼ばれるまで、
ここの広島県でね、トラさん活動をしていこうかと思います。今度映画もありますけども、当然ですけども、まあトラジノの格好で行きますしね、うん、それからなんて言いますかね、余興でね、最近は余興でトラさんを結構演じることが多かったり、歌を歌いに行ったりとかね、あるわけなんですよ。で、先月は水戸黄門やったりしましたけどもね、まあ様々いろいろと楽しませていただいてるということでございます。で、最後に広島の名産とか福山の名産って話ですけども、地元愛ね、これ前もお話ししましたけども、地元愛ってのは、私の地元は地球なんで、地球のさらに細かいちっちゃいある一点を捉えてっていうことはあんまりやってないですね。特に47都道府県、全国ツアーをねやらせていただいて、この1年2年で感じたんですけども、どこもやっぱり素晴らしいなと、序列をつけるものではないなと思いましたね。うん、まあその中でも自分がたまたま生まれたところが広島だったり福山だったりすれば、そこをひいき目に見ることもあると思いますし、たまたま生まれたのが網走だったら網走をひいき目にすることもあると思うんですけど、私はあんまりそういうね、地元意識っていうのはないんですよ。で、地元ってことをくくっていこうとすると、やっぱ地球になるかなとか、なんて言うんですかね、定住地を持たないような、まあ、ジプシーみたいな感覚でいきたいなと思うんですよね。まあという形でいろいろと答えさせていただきましたけども、どのようにお感じになったでしょうか。でね、このイカのおせんべいいただいたのをこういただいてますけども、うん、まあ食べながら放送するものもあります。うん、あのなんですかね、隠居飯みたいなシリーズを見ていただければ分かると思うんですけども、結構ゆるくやってたりとかね、ビジネスがっつりやってたり、それから再生数だけにこだわってやってたりとか、ね、いろんなこうジャンルがあるんですよ。まあでもこの一つのチャンネルでやってますけども、複数チャンネルは基本的に持ってないというか持ってますけども、チャンネルいっぱいあるんですけども、主にやってるのはこの1個ですね、隠居 TV だけでやらせてもらってますね。まあそんな感じでございます。回答になったでしょうか。じゃあ失礼します。